皆さんこんにちは、当日追記のパッチノートをまとめていきます。まずは、新しい星4キャラ、後半で登場するレイラの性能が公開。ここで新たに分かったことは、HP 上限にシールドということですね。また、細かい継続時間についてもここで明記されましたね。レイラもディオナと同じ HP か。この二人の枠争いはどうなるんでしょうね。模本システムも追記がありましたね。模本機能を使うには、もちろんですが、条件を満たす調度品を持っている必要があります。そして、模本のシェアはオンオフもちろん切り替えられます。バグとか使って地下や天空に配置してる壺は、どうなるかわかりませんので、実装を確認した方が良いかと思います。続いて、新ストーリー関連。前回はざっくりでしたが、受注条件も書かれていますね。魔人任務は前回までの魔人任務をすべてクリア。ナヒーダの伝説任務は、今回の魔人任務と冒険ランク40が条件。最後に、世界任務も追加されるようですね。名前的に七星召喚のプロデュースかな？セノが出てくれると嬉しいですが、どんな世界任務なんでしょうね。続いて無双の草についても情報が追加されました。と、思ったんですが、上に最強の強敵。で太字にはなっていませんが、スカラマシュのことだよね。新型アーカーシャって、無双の風は全然関係なさそうだよね。無双の風は霜風虫鉢に出るようです。雷元素が大事っぽい書き方ですね。で、恒例のレシピも追加です。スメールの喫茶店ですね、プスパカフェで新レシピ販売で。あとはオリジナルが追加されるだけのようです。2番目、今回も隠しアチーブメントが追加されるみたいです。3番目、新キャラ追加に伴い新しい名刺と 3.2 機構名刺ですね。4番目、ロード画面のヒントは、スカラマシュのボスタイプレステ系だと予想します。5番目、久々?に壺の焼き鳥ショップに、家具が追加されるみたい。効果が書かれていないので、楽しみでうずね。7番目は、天空島サーバー。これは、中国サバを指します。基本的に関係ない人が多いと思いますが、過去の任務リソース管理。確か 3.1 で解放された機能が、天空島ではまだ解放されていなかったってことかな。あまり気にする必要はないと思います。続いて螺旋の敵も変更ですね。11層12層何が出るようになるんでしょうか。11層の祝福は熟知200。ピックアップ多すぎてナヒーダくらいしか接待されていない?祝福はなんか地味めな気がします。2期はともかく、1期はすごい地味感あるね。この2つは前回の動画でも紹介しましたね。まず、無双の炎の弱体化。ホムラの鉄拳は、地面を拳で殴るやつかな。蛇型擬態化級は、名前の通り蛇の姿になって、炎を飛ばしてくる攻撃でしょう。で、アンチエイリアス機能ですが、コメント欄まんま引用すると、FSR はおそらく AMD 社の超解像技術で、視点移動等画面の変化が大きい箇所の画質を落とすアップスケーリングすることで、画質と動作を改善させる機能です。絶対に画質は 4K で固定したいとかでなければ試してみると良いかもしれません。競合するものとして NVIDIA の DLSS があり個人的にはそちらを実装して欲しかったですが単純にどんな違いがあるか気になるのでナヒーダの次に楽しみな要素です。という感じのようです。人によってはかなり大きい修正項目なようです。この二つも前回と同じですね。会心音調整、八重巫子の歩く、走る、ダッシュの、足音が調整。戦闘参加 NPC が元素効果受けるように調整。あとは、ゴミ箱素材にスメールの素材が追加かな。で、開花激化のエフェクトが調整するみたいですね。やりすぎると眩しかったから、そこがどうなってるか期待です。で、グルメチームまだ不具合あったんか。需要に異常が発生するってことは、また任務受けられない系だったんででしょうか。ちなみに債務の範囲内を自分は解放できていません。稲妻デイリーで発生させるのがちょっとしづらいよね。2番目、テキストと要求数が違う、若干気になった気がしますが良いでしょう。3番目は魔人任務で一部のキャラが秘境の一部エリアに。これはわかりません。敵関連。
エルマイト旅団のデイサンダーの一部のスキル範囲に異常。言われないとわかりません。2番目、スライムの水付着が高さを凌駕してるやつ。昔っからそうだったけど、バグだったんだね。バグと言われるまでこれもわからないな。ボス遺跡ドレイクが一定の確率で戦闘解除。こちが飛んだ後、セノで殴ってたら。戦闘解除されたので、バグ修正は嬉しいですね。で、ボスドレイクとマッシュラクトルの戦闘で。元素爆発に、一部のキャラライデン将軍に。低確率で異常があったようです。自分はライデン編成しないから知りませんでした。気になった部分は、3番目のディオナの2突効果が、発揮されないバグがあったことと、4番目のココミで水面を歩いてるとき、クローバーマークに不具合があったことが修正されたくらいかな。続いて、ニーローの元素爆発バグの修正。これは、ワディしなかったか。攻撃が当たらないって結構ヤバめのバグだった気もしますが。8番目のセノのやつもちょっとヤバめの修正？キャラクター間比の裁きセノ雷が元素爆発を発動した際、または末路豆の状態で元素スキルを発動する際に中断されてしまった場合、次の元素スキルを発動するとき、末路豆の状態であったとしても最低の効果が異常発動してしまう不具合を修正しました。ただ、これ読んだだけだとよくわからないですね。異常発動なら強化されたスキルが打たれてるってことになりそうだけど。書き方的には、発動してなさそう？多分自分の受け取り方の問題ですかね。次、名刺でニーローがニールになってた不具合修正。iOS でのコントローラープレイの不具合修正。あとは特に言うことないです。次、セノの素材がけなりの固有テンプで。なかなか索敵できなかった不具合の修正。不具合って信じていいんだよな？螺旋の祝福で、文字と効果に違いがある不具合が修正。これ気づいて報告した人いたんならすごいね。音声関連。いろいろ修正されたみたいです。特に言うことはありません。最後にその他。このあたりはすべて細かい修正点となりますね。一番目の盗犯は、よじ登るって意味らしいので。そういう不具合があったんでしょう、知らんけど。6番目は、地域では確かに色がいろいろ変わってるから。どこまでが不具合かわからないっぴ。7番目はアランナラの前で落下死するとついてくるあれかな。8番目はわかりません。最後に文章関連がいろいろ訂正されたようです。一部別の項目でも説明あったかも？って思う部分もありますが。とりあえずこんな感じで修正されるみたいです。以上 3.2 パッチノートまとめでした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。